皆さんこんにちは、しなたんです。今回はこの前ロレアルパリのコスメ福袋を買ったとご紹介したと思うんですけど、今回はそれを開封してメイクしていきたいと思います。ではレッツゴー。はい、ということで早速紹介していきます。はい、こちらロレアルパリのコスメ福袋です。お値段は2160円でした。で3アイテム入っています。開けていきます。じゃーん、こんな感じになっています。まず1つ目がルーセントマジッククッションブラッシュチークカラーです。カラーが C1 のサンキストコーラルという色味です。これクッションファンデーションになっています。ちょっと開けてみます。はい、開けてみるとこんな感じです。なんかすごいロレアルパリのコスメってすごくパッケージとかもおしゃれな気がします。中はこんな感じで、ここに鏡がついています。でパフもついていて、これを開けると、じゃーん、あーかわいい。すごいめっちゃオレンジなチークですね。あーすごい嬉しい。私オレンジのチークすごく好きなので、めちゃくちゃ使えるかなと思います。はい、ではちょっとこのパフにとって手の甲にポンポンとつけてみます。はい、あ、結構つきますね。おお、あ、結構隙がいいので、もう軽くポンってやってこう塗るだけでもすごい十分かなと思います。ちょっとね、もうつきすぎちゃうかもしれないので、手の甲とかでポンポンってしてから塗った方がいいんじゃないかなとは思います。で2つ目がカラーリーシェイクストラルージュ RB601 番です。はい、もうロレアルパリって言ったらもうこの形のリップっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、私このシリーズ初めてゲットしました。ちょっと開けてみます。ではではオープン。じゃーん、おっ、塗るところはこんな感じになっています。はい、手に出してみます。おお、すごいつきますね。これ結構ね、ツヤツヤするタイプですね。グロスいらずかなと思います。でなんかピンクとゴールドのラメが入っていて、すごく可愛らしい色味になってます。いいですね。このチークとの相性もすごく良さそうです。ラスト3点目がフォクシールパピヨン01のブラックです。このマスカラ気になっていて、ずっと買おうかなって悩んでたんですけど、確かね1800円ぐらいしたと思うので、なかなかその手が出せないっていうか、ちょっとマスカラにしては高いかなと思って買ってなかったんですけど、今回このハッピーバッグに入ってるってことで、ちょっとハッピーバッグ買おうって決めた理由もこのマスカラが入ってたからなんですけど、楽しみな商品ですね。はい、開けてみます。よっ、お、はい、ブラシのところがコームタイプになっていて、すごい塗りやすそうですね。繊維もないと思います。というわけで早速この3つを使ってメイクをしていきたいと思います。はい、それではメイクを始めていきます。まずケイトの BB クリームを塗っていきます。これを顔全体に広げてから、いつも通りコンシーラーでクマとかを隠していきます。そしてこの段階でこのロレアルのクッションチークを塗っていきます。そしたらキャンメイクのパウダーでセットしていきます。はい、そしてこれも変わらずいつものこの色で眉毛を描いていきます。そして今回リップとかチークを目立たせたかったので、ちょっとアイシャドウはナチュラルな感じにしてみました。使いやすいブラウンのこのアイシャドウを使っていきます。二重幅に塗った色を下のまぶたの2分の1にも入れていきます。そしたらこの一番濃い色で目尻の方を引き締めていきます。そしてこのレブロンのアイライナーで粘膜を埋めていきます。最近目頭から描くのにハマっていて、なんかすごい目がねパッチリして見えるので、ちょっと最近は目頭から描くようにしています。はい、でこの一番濃い色を目尻にも入れていきます。ちょっと見づらくて本当に申し訳ないです。そしてこのキャンメイクのパーフェクトマルチアイズのこの部分で涙袋の影とノーズシャドウをしていきます。はい、そしたらこのキャンメイクのシェーディングでシェーディングをしていって、ビセのハイライトをいつも通り入れていきます。ビューラーも念入りにまつげを上げていきます。そして主役のこのマスカラの登場です。本当にこれ今日1日つけてたんですけど、全然落ちないのでカールキープ力がすごいあって、めちゃくちゃいいなと思いました。ちょっとこれから愛用していこうと思います。下まつげも丁寧に塗っていきます。はい、こんな感じでアイメイク完成なんですけど、ちょっとマスカラついてますね。ごめんなさい。そしてこのロレアルのリップを塗っていきます。これもね本当に可愛い色味で、ちょっとこれからどんどん使っていこうと思います。こんな感じでメイク完成です。はい、こんな感じでメイク完成しました。今回入ってた3つの商品全部使ってみたんですけど、すごくどれも良かったかなと思います。私の今回の一番のお気に入りがこのマスカラです。これロングタイプになってるんですけど、繊維が入っていないのでちょっとボリュームは出にくいかなという気がするんですけど、すごく伸びる気がします。ロングにしてくれるっていうマスカラの面ではすごくいい方かなと思いました。私結構まつげ短いんですけど、それでもすごくキャッチしてくれるブラシになっていて、本当にすごく使いやすかったかなと思います。今回ちょっとマスカラしたりとかはなしでこれだけ塗ってみたんですけど、私がいつも使ってるケイタのマスカラ下地とかを塗ってあげると、もっとよくロングになってボリュームも出るかなと思います。ちょっとこのマスカラは結構ね期待通りで、すごくいいお買い物をしたなと思います。このリップもねすごい可愛い色味だし、ちょっとなんか真っ赤っていうよりかはちょっとピンクがかったような色味になっていて、すごく誰でも使いやすい色味かなと思います。このクッションチークも私今までクッションチークとかクッションファンデーションとか使ったことなかったんですけど、すごく塗りやすくって良かったかなと思います。ちょっとクッションチークとかってすごい色味が調節しにくいかなと思うので、私はパウダーチークの方が好きかなという感じです。でもこれもすごく可愛い色味ですごい良かったかなと思います。はい、ということで私が今回購入したこのラッキーバッグの中身の紹介とメイクをしてみた動画でした。ハッピーワーク動画第3弾になるんですけど、すごく好評で、やっぱり皆さんも気になってるのかなと思うので、ぜひぜひ参考にしてみてください。だいぶ動画出すのが遅くなってしまったので、まだ売ってるかどうかわからないんですけど、もし見かけた方いたらぜひ試してみてください。はい、というわけで今回はロレアルパリの2018年ラッキーバッグの中身の紹介とメイクをしてみました。少しでも参考になったなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。では、バイバーイ!